今日は2020年11月24日なんかフラフラしながら中浦緑地と某不当釣り場へ行くだけです。吸盤の調子が悪いのか不当でカメラ落下してしまうのでそこら辺で終わりにします。コースはスタートはここ、ゴールはここ、案内すべき場所は東山トンネルくらいでしょうか。ここは立花館の降りてきたすぐの立花トンネルんとこからやわ。ここは交通量全くって言っていいほどないのにトンネルが豪勢でいいね。で、これ何しに走ってるわけ？多分太刀魚釣りに行くのに潮の時間がちょっとだけずれてて、ほんのちょっとだけドライブ行きたかったんじゃない？そんなもん釣ってたらすぐ時間過ぎるやろ。11月も終わりだし寒いでしょ、どうせ。自販機でジュースけ？ここの自販機は徳島県にちなんだ自販機、いわゆるすだちジュースや徳島コーヒーが売ってる自販機だね。他いろいろあるよな、なんだっけ、エナジードリンク系とかも。実際ウクヌシ何度も徳島コーヒー飲んでるけど、あれって何か違うんか？さあ、徳島別にコーヒーが有名でもないしなんだろ。そもそも徳島ラーメンだって昔なかったのにいつの間にか湧いて出たじゃない。あれほんま謎やわ、ウクヌシが外食してた時代にはなかったで、あんなもん。初めて見た時、香川県のうどんに対抗でもするのかなって思ってたわ。徳島の鶏肉の阿波踊りだっけ、あれも美味しいのかどうかもわからへん。スーパーに普通に4割引きとかで並んでるし、金額も他というほど変わんないから気にもしないよね。やっぱり価格って大事やわ、美味しいものは高いまま追ってもらわへんと分かりづらいな。シャネルとかそうやん、割引けないもんな。3倍速動画放置してたらもう新たの町に入るよ、早いね。日赤学のおかげやろうか、新たのは大きな町になってきたな。そういえばこれおかんのゼストっぽいな、もうないけど。譲渡先で元気に走ってるみたいよ、30万円もするカーナビついたまま渡しちゃったけど。高かったな、サイバーナビ。次の交差点左折するで、右折で新たな駅や。いややわ、心霊スポット。本音であんまり怖くないでしょ。殺人でもあったなら怖いかもしれへんけど、全く聞かへん。自殺の名所も怖いとも思わへんしな。殺人現場はやっぱ殺されたくないのに殺されたから怨念的なもんがおりそうやん。殺人ではないけど、古巣の釣り場、車が落ちて白骨死体出たことあるけど、あれは怖くないの？変な解釈やな、好きな釣りに来て落ちて死んだっぽいし、まあ本望ちゃうかな。タバコ吸ってる人がタバコで死ぬのは本望やわって言うんと同じちゃう？昔のウプヌシのセリフやけど。するで、ここから国道55号や。エロ本自販機コーナー懐かしいね。
左へ曲がるとこの動画のスタート地点へ戻れますよ。今年はここ釣り客多すぎてほとんど来れへんかったな。トイレもあるし女性に人気だよね。ここにも風邪ひいた黒猫が住んでるで、この前ウプヌシエスあげたって。アジかな。もう12月前だけどどうかな。もうかなりおらへん時期やし、アジかな。対岸の岸壁へ行って動画は終わりです。カメラも落ちて終わりです。やっぱ譲渡されることが分かってるから車の反抗期やわ。しほこり臭いし、こっちは不人気やな。しかも道路わかんないし。落ちたからここまでや。吸盤買い替えないとね。もう古いし。ほなまた。